はい、こんにちは、ビッグボーイです。で、今回もバトルフィールドハードラインの、追加モード、分体ハイストってのをやっていきます。武器はじゃあ、追加武器、これ追加武器か。RPK 使っていこう。このモードは、その名の通り、まあ、ハイストなんですが、超少なめで、5対5、5対5で、まあ、泥棒と、ポリスに分かれて、強盗するというか、まあ、そういう感じか。中指立てた早々に まだいた？めっちゃいる まあ少人数なのですぐに盛り返されたりもするし、もしくはどんどん攻め入ることもできるっていう、まあちょっと64人ハイストじゃね、バランスが釣り合わないというか、こんぐらいの人数が一番いいんじゃないだろうか。で、分隊たちで連携を組んで戦ってこう。大丈夫か？まだいる？グレネードくれ。ああ、そこにいるな。上にいる？お、降りてきた とりあえず金庫侵入成功。ハイストはね、なんというか、防衛側がかなり有利だったイメージが高いけど、分隊ハイストだと結構攻めることも可能になる。さあ、今度は向こう。ゴーゴー。これ日本サーバーだっけな。いる？そっちにいる？よし。これ弾多いからね。リロードを抑えていこう。うわー、勝てない そういえばこの MDC って武器は、ポリス側が使えるアサルトライフルだったんだ。SMG じゃなくて。だけど今は、泥棒なので使えない。さあ、分隊が全滅してしまうとね、ちょっと拠点脇になっちゃうから、死なないでいきたいな。俺も乗る。乗せてくれじゃない。いや、え 気づく敵を全滅させなくては。待って、この人しかいない。わ、いた。よし。一人やった。いた。グレネードは大丈夫か？こっちにいる？いない。下か。敵を買ってこう。嘘。後ろか。とにかく、まずは破壊だな。破壊しないと。やばい、全滅した 拠点脇。全滅したなら、これどっから攻めていけばいい？いたな、グレネード。よし、通した。いた。ここに2人いるか蘇生は敵か、これ。蘇生持ってこうか。蘇生今持ってるよね。ガスマスクなんて今いらないや。これ持ってこう。で、味方が来てる。いけるか、これ。いけるか、味方。この人がまだいる。湧いた。救急キットを受け取れ。くらえ。グレネード。やった。やった。生き返りなさーい。倒した。リロードして。いけるでしょ、これ。ああ、後ろから やばい、解除される
されちまった？されてしまった。あれ、いつの間にか、あ、ちゃんと5人いる？お前か、俺かだ。ヘッドショット、もう1人いる。敵が結構蘇生されるんだな。まずい、チケットが全然ない。お、いけるか。まだいける。この人は脇しよう。乗ってもいいか。乗せてくれじゃない、誤爆するな。焼夷グレネードだぞ。こっち抜き。う、こっちから来るの。チケットなし。いけるか。 お、いける。あと5秒。いけた。よし、助かった。湧いて、指示を待て。さあ、今度はあれをヘリに乗せる。今度は向こうに行く。開いた。とりあえずね、思いっきり奥行っちゃって裏倒した。裏行こう。裏、嘘、すごい鬼だ。あー。強いな、スコーピオン。この人がまだいる。頼む、死なないでくれ。わいた。あー、やって、死ぬ死ぬ。逃げよう。あー、ダメだ。荷物取られた。あ、ありがたい。あと、そこにいる。グレネードが来た。回避。リロードして、こっちもグレネード。降りたな。ダブルキル。もう一人はいけない。さあ、荷物持ってるな。今、これで揃う、5人。この人地点で湧こうか。当たんないな。威力はそんな低くないと思うんだけど。うわ。味方が湧いてる。この人たち、脇。荷物を持った。蘇生させよう。やばい。倒した。どうだ。いけるでしょ、これ。あれ、待って、蘇生させとこう。いけるか、これ。この人も蘇生できない。よし、勝った。ちょっと地味だけど、分隊ハイストはこんな感じで、スピーディーに、スピーディーっていうか、あんまりごちゃごちゃせずに、盗品の奪い合いができるという、モードであると。ただちょっと大勢キルとかはちょっと厳しいので、まあそういう人はチームデスマッチとか今回やるといいかな。もしくは普通のハイストやるか。というわけで今回はこんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。